はい、次の回。よろしくお願いします。MEB、これですね。ここで、紹介状みたいな。会員証か。これを持ってるおじさんがいるみたいなんで、おじさんなのかな？誰なんだ？どこ？おー。誰？あ、前、西田か。どうした、西田。ダンス得意ですか？ポールダンスだろ？マジかよ。兄さんの誘いだからな。待ってよ、今イベント中なのに。この街の夜なら。あ、水野さんじゃん。私にお任せください。お前、水野だな。お前が桃源郷の会員証を持っていると神明から聞いたんだが。神明？なんであなたが神明を？ちょっと訳があってな。桃源郷の会員証を譲ってほしいんだが。神明に会ったんですね。そうですか。まだ彼女この町にいたんですね。会員証はあれはお譲りするわけにはいかないです。昔あれを手に入れるのにどんなに苦労したことか。何？どうしても必要なんだ。すまないが譲っ。わかりました。神明があなたを信用したのだったら受けないわけにはいきませんね。それ神明からもらったわけだからな。さすがにただとはいかないですが、お譲りしましょう。桃源郷の会員証は裏の世界では100万単位で取引されているのですが、50万ってとこでどうでしょう。いくら持ってたっけ。さっさと出せばあかんやろ。脅すのですか。ああ、分かった50万ってとこでどうでしょう。分かった、10万でいい。10万いく。ああ、桃源郷の会員証50万ってとこでどうでしょう。仕方ないですね。わかりました。金か。私と神明の出会いのきっかけとなった品です。どうぞ大切にしてください。あ、今度また神明に会ったら。いえ、何でもないです。なんだよあいつ。気にしないでください。では。これでいけるわけだな。戻れるわけか。とりあえずストーリーガンガン進めっか、今日は。俺らに金貸してくんない？ちょっと下がら。なんだ、追ってきやがったぞ。なんだね、君たち。なんだ。いつかいだ、貴様。俺が足臭いって、なんでわかった。えいえいえい。わたたたた、わたた、わ、はい、はい。さらば。ワイルドパンチ、ストライク、川端、グー。飛ぶのがすごい飛ぶね。あんたの動き、人間技じゃねえよ。よろしく。ねえ、モブの発言だな。あ、いやいや、なんだ。今すぐ逃げろや。キリュウちゃん、お前、妙な連中にやられてる。俺が組み張ってる時、いつも近くで。マジか。
お前の嬢ちゃんも大ピンチだ。そいつらはマクホー英語。タクシーに乗ってくれや事情は、あ、うんちゃんに使えてる。マジか。そうだな、ちょっとさすがに。さすがにこれは無視できないな。どうした兄さん、来たな、キルちゃん。いやひひ、それはちゃうな。追っ手を巻くのはこれからや。何？ほれ、団体さんがお出ましになったで。どういうことだ？おいや、どうか、どう見てもヤクザじゃねえか。おい、なんだよこいつ。お？ん？おおお。ああ、はい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 。そういうことか。マジは何か邪魔しててください。あ？関係。そんな関係あらへんわ。俺とキルちゃんの喧嘩を邪魔するやつは許さんで。びっくり。そういうことかよ。たく、あんたらしいな。誰だよこいつ。よし、これで因縁に決着だ。だったら堂島の竜でやってやろうじゃないか。おおかい、いきなりか、お前に気負って。ほら兄さん行くで。兄さん、兄さんとのタッグマッチ。おい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 、はい、弾きやがったこいつ。ウェイウェイウェイ、なんで清流刀まで持ち出したか。おい、さすがの兄さんもちょっと手こずってるみたいな。小牧に習っといてよかったな、これ。やっぱラッシュスタイルが一番いいわ。はい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 。はいはいはい。石川強いな。ちょっとザコからやっとくか。ああ、持てないんだ、ラッシュスタイルだと。はい。浅田くんも行っちゃおうか。次は堤くん行っちゃおうか。出口くん、出口こいつはすぐ弾くからな、こいつまた弾きやがったし。よし、じゃあ行くぜ兄さん、行こうぜ。おお、さすが兄さん。えい、行くぜ。ほら、いいぜ兄さん。うわー、やろ。おおおおおお、弾きそうだな、アラセみたいに。
おら弾きやがったこの野郎さっきは。俺も小牧に習った技だな。もう銃がなくなったよ。あ、まだあるか。わあ結構強いじゃねえかこいつ。わあすげえ弾く。こいつはもう何も考えて弾いてくる。いくぜ。ほら。やるの、お兄さん。どこにやってんですかい。崖かこいつ。ほら、おい。おい、またかほら。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃいい。おい。兄さんダメダメ、とどめは俺がやるから。おお兄さんダメだ、とどめやるから。はい、おいくぜ兄さん。せいや、おお兄さん知った。なんで桐生じゃなくて兄さん撃ったんだよ。真島が浮かんでこない。まさか今風間の席。マジかよ、白状門が。兄さんマジほっとくんか、すげえな。兄さん助けてもらったのに。すげえゲームだなこれ。ようやく手に入れたようだな。俺は本庁から呼び出しがかかってるからな。そりゃそうだろうな。まあ9歳の女の子連れて桃源郷へ行くってのはおかしな話だが、はるかを連れて桃源郷へ向かってくれ。よし行こう。分かった。おじさん、桃源郷へ行こう。なんか違う、なんか妖精みたいになってたな今。妖精か妖怪の類だな。じゃないか。近いな。あ、早いか。桃源郷に行くだけなのに大変なんだね。この町はややこしい事情が絡み合ってるからな。しかし桃源郷とはよく名付けたもんだ。どういうこと？ここか。桃源郷。なんか思い出してきたな。これぐらいだったらちょっと記憶にあるぞ。行こう。桃源郷の会員証をお持ちですね。どうぞ。いらっしゃいませ。はい。あの、お客様、お子様連れはちょっと。社会見学の一環だ、多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので。
絶対に迷惑はかけない。いいよな。かしこまりました。よし。では当店のご案内をさせていただきます。当店は、あ、でもお客様は社会見学をされたいということでしたよね。お客様、一応念のために申させていただきます。女の子たちは空室の札が立った部屋におりますので、ご注意ください。ではごゆっくりご見学ください。すごく広いところだね。ああ、見て回るだけでいいのか。ここなら風間のおやすさんもかくまえる。真珠のやつよく考えたもんだ。明美さんのお部屋ここだろうな。行こ。いやでもさすが真珠だよな。好きだったもんね、こういうお店。おじさん、手分けして探そうか。いや、一人では危ない。お前が一人でうろうろしてたら。行こう。ごめん、こうかな。上がるだけ上がるか。行こう。痛いよ。早いよ。あ、あって、あ、いたいた。いらっしゃい、舞子です。そりゃそうだ。気持ち悪いもん見ちまったな。おじさん、ここじゃない？よくわかるな。そうみたいだな。到着。いらっしゃいませ。明美です。桐生だ。真珠から聞いてないか？キリュウ、あなたが？はあ。それじゃあ、しんちゃんはもう。そう。最後に会った時から言ってたの。自分にもしものことがあったら、あなたが訪ねてくるかもしれないって。なるほどな。いつもふざけてたあの人が、急に真剣な顔してね。そっか。しんちゃん死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。すまない。いいの、私の方こそごめんなさい。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ？近江連合の寺田さん。近江連合？そいつは本当に真珠の知り合いなのか？うん、しんちゃんは信頼してた。だから私も。場所は？寺田か。芝浦よ。不当に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ、
しんちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の4代目が指名されているんだって。遺言状？そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。おお、何？いい音聞かせるや。うわあ、兄さんやることちげえな。マジか。大丈夫か。いや、これはね、いや、まずいよ。もう弁当がないもん。移動するしかないな、これ。よし、行くぞ。ダメージが違った。この野郎、瞬発パンチパンマンすごい。いっけい、わたたたた、わたわた、はい、ガンガンラッシュしてやるぜ。ほら、痛いっすね。バカか君、出口にいるな、お前は。もう行っちゃうか。すげえ、これは行ったわ。そっちに何がある？やっぱりあったの、なんか。藤村死ねえ。さっきの一本手にやってなきゃ、結構でかいな。結構長い戦いになりそうだな、これ。この部屋入れっかな。なんかありそうな気するけど、ないわ。よし、なんだよ、待ち構えてね。大物ぶって何してんだお前。そんなもんかい、そんなもんかい。うらぁ、そんなもんかい。お、金子も結構スタミナあるな。なんか投げてきやった。おお、ちゃかってるわ。ちゃかりはまずい、ちゃかりは。えい、松岡。よし、タフネス、オッケー。出れるね。あーらい。ドスドス、急ぐぜ。はい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 。おお、なんかいた。
アイテムなし。あ、ま、あ、はい、おい、やめよかろ、終わらせてやる。うわろめめめいいリアクションだな。褒めて使わす。うわ、絶対出てくる兄さん。探したで。真島の兄さん、あんたまだ生きていたのか。助けて、お願い助けて。ああ、よしよし、静かにせんか。よせ。ああ、お前べっぴんさんやないかい。どうや、俺の女にならんか。どうやねん。嫌です、私他に好きな人が。ごめんなさい。マジマ、やめろ。そうか、正直な子や。え、さすが兄さん。それでほれ、ここ危ないで。はよ行き。読めねえな、あんただけは。俺は正直もんが好きなだけや。人の顔色うかがったりせんと。俺がそうやからな。そうかい。こないだいいとこで邪魔が入るよった。ここで蹴りつけようやないの、キルちゃんよ。どうした急に兄さん。買ってやるよ。極上の買い物になりそうだな。あ、うわー、今のは見切れんかった。ダメだ。やばいやばい、入っちゃった。ラッシュ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 スタイル。これはもう食った方がいいな、どっちにせろ。はいはいはい、ほら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 。あぶねえ、あぶねえ、超痛え。ほら、これは兄さん強いわ。これは気合入るな、このシチュエーション。ほらほらほら、えい、えい、は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 い、
あ危ねえ。うらうらうら、ここでピオールからボッコボコや。もうちょっと気合い出すね。うわあすげえ、うわもらった、すっげえな。そんなもんかいな。ああ、なんか落ちてんなこれ。やばいやばい。おらおらおら、はい、やばい。おい、同じスタイルか。すぐダメだ、堂島になっちゃう。超やりづれ。おいおい、これはさせんぞ。うらバーラーあーたた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 たはい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 、おー危ねえ危ねえ、ああはいはいはい、ほらうわ危ねえマジで。わあ捕まえに来るか、あの距離で。なんか落ちてる。よっしゃ、おら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 、おい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 、ほら行くばい、ラッパー、わーららら、スクラッパーやらなたのワチャバンナコ、オッケー、いやぁ、SNK 出た。はいはいはい、はい、じゃあ、もらうわ、もらう、ずいぶんもらった。あ、打ち返さないとダメか、避けてるだけだよ。はい、隙を見て一発ゲットいて回り込んで打つ、あら、イエーイ、やりました。ゲリエ、ほんまガツいね、お前。おい、あの女がアケミか、辛いだろうな。伊達さん、風間のおやっさんの居場所が分かった。どこだ。芝浦の埠頭だ。大海連合の寺田って男がかくまっているらしい。大海連合だと、なんで奴らが風間を。分からんが、シンジが命がけでおやっさん預けた相手だ。信じるだけの価値はある。そうか、寺田キリュウ、 MIA が
神宮が目立って動き始めてる。さっき本庁に呼ばれてお前のことを根掘り葉掘り聞かれた。おそらく神宮から圧力がかかったんだ。大丈夫なのか、伊達さん。逆だ。クビになってもおかしくねえのに、奴ら俺がお前とつるんでるうちはクビにできねえんだ。行くんだろ、桐生。芝浦に。あだ。よし。ってことで芝浦にね、これから向かいます。風間の親さんに会いに、信じの信じた男寺田と会うために。ということで今回終わりしたいと思います。じゃあ次回またよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバイ。